オールドグローリーオールドグローリー号は、フォッカー FB 単発機で、1927年9月6日、アメリカ合衆国ニューヨークから、イタリアのローマまでの無着陸飛行に挑戦して、遭難した飛行機である。ニューヨークデリーミラー紙の車種、ウィリアム・ランドルフ・ハーストが宣伝のために、ニューヨークからローマまでの大西洋横断飛行を企画し、スポンサーとなった。当初、 ニューヨークのルーズベルト飛行場から出発の予定であったが、より長い滑走路を持つメイン州のオールド・オーチャード・ビーチ飛行場を使うことにされた。1927年9月6日12時33分にオールド・オーチャード・ビーチ飛行場を出発した。乗員はパイロットがジェームズ・デ・ウィット・ヒル、広報誌がロイド・バートードが登場し、ニューヨークデイリー・ミラーの記者、ミラー・フィリップ・ペインが同乗した。 14時55分には飛行が順調であるという連絡があったが、15時55分には異常の連絡があった。レース岬の東方350マイルで帰船カリフォルニアによって23時57分に目撃されたのが最後であった。翌日の3時57分と4時3分に遭難信号が送られ、65マイルほどの位置にいた船舶のトランシルバニアが、 予想のコースに向かったが、5時間後に到着した場所は、強風と雨の悪天候であった。さらに4隻の船舶が参加して30時間の捜索が行われたが、オールドグローリー号は発見されなかった。ハーストは、帰船回流を手配し、捜索を続け、9月12日に飛行機の残骸を発見したが、乗組員は発見できなかった。ジェームズ・デウィット・ヒル、スカート・レール、 S アビエーションパイオニアオールドクローリー遭難事故に関するカテゴリーありがとうございます。